世話になっております。はい、すいません、よろしくお願いします。なんだてめえ。こちら尾藤あさる、もうじきサーバールームに着くぞ。うっ、ご苦労さんです。うっ、ちゃんと見張りをやってるんだろうな。うん、っていうかこんな時間に誰も来る。念のためだよ。とにかくここが一番大事な。おーい、あの程度のゲートなら物理的に破壊した方が早そうだ。センサーは切ってあるから思い切っていこう。お前か。ピース。あのさ、見張りは？見張りはつまんねえ。もっとちゃんとか。かい。おい、ちょっと。気をつけてくれ。言い忘れてたけど、この部屋は。見て見て、これ面白い。くそ。頭おかしいよこの子。見つかっちったよ。すぐに。オッケー。いやもう来てる。やばいな。メガボットのやつだか。どうしよう。落ち着け。敵のサイトを避けて壁や柱で身を守りながら戦うんだ。カノはそんなの無理じゃん。分かってるよ、僕が倒す。訓練を積んだ企業スパイならこのぐらいはね。あ、そう。じゃあ全部倒しながら脱出できるじゃん。やったぜ。無茶言うなよ。なんで毎度こんな苦労させられなきゃならない。誰のせいだ。カナのせいでーす。とにかく出るぞ。行くぞ。敵の銃に正面から挑むのは難しい。レーザーサイトを避けて壁や柱で身を守りながら戦うんだ。ドライ。お二人さん、しまった。どうかな、こんな茶さするに僕たちは同じ会社を。ということはお前も企業スパイか。だね。よければ脱出ルートを案内してあげようか。おかげさまでね。お、マジでいいの。うわ、まさか同業者さんと偶然。おかげで助かっただろう。まあなんかすいません。まあ当然のこと。せこせこと成果をかき集めるものと、それをかっさらい。何今あさるバカ。いや
察したようだ。ならば今回は運がなかったと諦めようか。なるほど。同業者とは言っても僕らとは少々やり方が違うようだな。そういうことさ。さてデータを渡したまえ。アサル、負けたらダメだよ。当然だ、本気で行く。おいおい、無理に抵抗なんかすると怪我するぞ。三流スパイ。まあどうということはないよ。強いなら強いって最初から言えよ。そっちから仕掛けてきたんじゃないか。そうだそうだ。君マヌケン。あ、それ僕は風間。これアディオスおマヌケさんたち。アサリードドマイ。やられた。アサル、ねえねえアサル、アサル、アサル、ハローアサルちゃん、カノちゃん。お疲れ様ですボス。オスオス。お疲れ。それでね、この車掌って、ネガボット車っていうのは、そんな、こいつを引き連れて。アサルちゃん、あなたに選択の余地はないわ。最近は成績を…しかしボス、元凶は全部こいつなんです。おいおい、人のせいか。その通りよ、その子の面倒も含めて。そんな…今回は軽い下見でいいから行ってらっしゃい。なーに、とにかく仲良くしなさいね。ちょっと…おし、はな…終わったよ。いいさ。んで、ネガボットってもう目の前のこれだよね。頼もー。おい、ちょっと、だから勝手に行くなって。そういうところだよ、まったく。なんだ、どうした。お引き取りください、ご案内します。おいこら、どういうことだよこれは。早速やらかしたのか。カノまだ何もしてないもん。じゃあなんだ、システムのトラブルか何かなのか。お引き取りください。うわ、セキュリティロボットの暴走です。皆さん、やばいよ。とりあえずすいません、誰か出さ、早く逃げようぜ。いやダメだろ、この状況じゃ無視は。あんまり目立ちたくなかったから、こうなったら仕方ない。セキュリティロボのくせに人を襲うな。アサル頑張って、ロボットやっつけろ。はい、いくぞ。やるねめっちゃ強いじゃんアサル。大したことはないよ、この程度。裏社会に生きる者としては当然のマナー。起動したいってすげー。アサル気をつけて、めっちゃでかいやつが来たよ。お引き取りを。悪い、僕はこの会社に用があるんだ。お通し願おうか。お怪我
ませんか。本当にすいません。いやいや、とんでもない。え、アサルこのまま行くの？いや、この騒ぎに乗じれば普段は手に入る。おお、なるほど。だろ、僕の下がりすぎた成績なんて自分で言ってて、とりあえず会社に。ピなんだ、くらーい。マジで何があったんだ。おい、どうしたんだよ。何ですか。おい、こら、か。社内放送のお時間です。モニターにご注目ください。なんだなんだ。皆様、お初にお目にかき、今朝のお知らせ通り。そう、それはここにおわす、うん、これ以上エントランスを封鎖。大変。お引き取りください。本日の営業は終了しました。うおー、うわー、あいつが悪いやつだよ。アッサル、なんとかしてよ。分かった、とにかく隠れて、まずはロボットを排除しないと。我ながら完璧な段取りだ。よし、やったー、かっこいい。おーい、聞こえてる。お、さっきから何を勝手なことを言ってるんですか。な、何をバカ。もうお前いいから責任。おーっと、残念ながらお時間となる。おーい、放送は以上。それでは。何なんだ。まったく。君もだよ。どなたか存じ上げませんが、ありがとう。そうだ、君の僕たちの希望だよ。どうか。いえいえ、彼女たちは、き、は？おい、普通に言うなよ、かの子。ちょっと皆さん。ごめんご。おい、君たち、ずいぶん遅かったじゃないか。うわぁ、ロボットが、さっきの生き残りか。おいおい、私はさっきのまったく。協力者ぐらい把握しておきたまえ。どうい、何を今さらとぼけている。さあ皆さん、おお、わけがわからない。なんか誰かと勘違い。まずはオフィスエリアに閉じ込められている私の方。頑張ってくれ。言ってる。千鳥を倒せ。ああ、もたもたしないで。はどんどん流されちゃってな。いや、僕も全くわけがわからない。ただまあ頑張って。待て待て、僕が先に行って安全を確保していく。君に何かあれば僕自身の評価のため。何これ。スケール迷彩だよ、超最新のスパイ道具だ。絶対に悪用する。では改めて、どれ、
利用ですか？いらっしゃいませ。今日も元気よく業務に励みましょう。あ、さっきのロボだよ、アサル。話しかけてみようよ。言われなくてもそうするさ。よし、先ほども言った通り、私はここの G 区画にある。なんで暴走したセキュリティロボットがここに。あと他にもスタッフを。うん、簡単に言いますね。まあ一応やって。よし、頼む。おお、早速敵さんのお出ましだよ。嬉しそうに言うな。とりあえず排除する。アサルのお手並み拝見ですね。まだまだ。ここだ。かっけー、めっちゃ強いじゃん。それほどでも。さて、この調子でどんどん進むぞ。先に言っただろ、それは難しいと。なんでなんで、簡単よね、そこはいいの。その辺確かかんしか。ただし勝手は許さないぞ。どうせやるんならチームワークを身に。やったー、ようこそ。くらえる。
はい、はい、毎度どうも。休憩するか。どの部屋は、なんか、行き止まりじゃない。ようこそおいでくださいました。お前、先ほどはどうも。こちらも社長を交代したばかり。だって、警告っていうか、殺そうとして。ええ、まあもちろん。主婦の意味でもミスターショータイム様への社長交代。めちゃくちゃ言ってんな。悪いが。ではあなた方には我が社が誇るオフィサーダイヤ。うわ、なんじゃそいつ。何者だ。ファイル。戦うしかないな。所詮はロボットだ。どっちだ。実力は他のセキュリティロボットと大差ないはず。それはどうでしょう。いくぞ。アンサン。チャラ。アンサン。アンサン。問題。やはりただのサラリーマンというわけではなく。うん。こら、またお前。いや、アンサンはすごい。だったらいいよ。どうやらあなたには適性がありそうですので。またじっくどういうこと。何だったんだ、サルヒ。よくわかんないね。敵がいないよ。君たち、なんとかたどり着けたようだ。頑張れ、アサリー。奴だけ他とはレベルの違う強い。なんか…そうだな。そのことも含め、今後の作…わかりました。来ましたよ、米田さん。ああ、よく来てくれたな。改めまして、私が米田。あ、どうも。おいおい、野菜。何がだよ。そうじゃなくて、その、大きな。わかった。テロリストらは今、このネガボットでも最高セキュリティのエリアだが、最高エリアへ侵入するには。はい。4つの認証マシンにそのセキュリティカード。4つの認証とは通常スタッフの出入りを制御するためのシステムだ。認証マシンは各所に設置されている。なるほど。とにかくそうだ、私はネガボットの開発主任と君らも条約に基づいて責務を果たしても。お任せください。やるからには。それは頼もしいね。ではしっかりやるのだぞ。おーやー、カノに任せた。こういった事態のために君たちを呼んだ。まさに。え、呼ばれ。ああ、僕たちこそ。そうなの？まあいい。
よかったね、アサル博士。いいから、余計なことは喋る。それではまず、ダイヤキーを入手しに行こう。くらえ。オフィスエリアにあって、最も近い認証マシンだ。了解です。さて、大変な一日になりそうだな。やるよ。こいつまさか全自動お掃除ロボットか。こんなちっちゃいのに負けたら恥だね。油断はできない。そのお掃除ロボはすべてスクラップ破壊用の回転ノコギリに装備換装されている。むしろ殺傷能力は一般警備ロボよりも高いぐらいなのだよ。普通のやつなら欲しかったんですけどね。もったいないけど今は壊すしかないな。はいはい。ん？助かった。はい、一つ質問いいですか？なんだ？カノたちっていつからエージェントとかいうのになっちゃったの？あのヨネダって人の話ホイホイ引き受けちゃってるけどいいの？おっぱい効果なの？やっぱスケベなの？声大きいんだよお前。いいか、ヨネダ博士を手伝うのはだな。ネガボットの機密情報を手に入れるチャンスだからさ。僕たちは会社を取り戻すという命令で堂々と社内の情報収集ができるようになったんだからね。なるほど、ずっと一点を見つめてそんなこと考えてたんだ。違う、僕は目のやり場に困ってただけだ。分かったんだ、作戦開始だ。オッケー。それよっ、ドラドライ。オフィスがぐちゃぐちゃになってっけどさ。それって器物損壊罪なんだよ。緊急事態なんだからしょうがないだろ。それに物を壊すとスッキリするしね。わー、やっぱり悪いやつだ。博士いいんですかこいつ。会社はテロ保険に入ってる。必要なら備品の破壊ぐらいは多めに見よう。じゃあこのテレビとか持って帰っていいっすか？もう当てにしてくれよ、うざいな。物パクるんならお前だって窃盗罪だよ。お疲れです。ではエージェントアサル。あ、どうもお世話になじゃなかった。先ほどは話し忘れていたが、ただのセキュリティロボではなさそうで。そうだな、オフィサーは人間とのコミュニケーションのための共感能力も発達して。共感の君には一切ないもん。君にはよくやるもんだ。行く。オフィサーに闇雲で単調な戦い方は通じない。そして視覚から攻撃することだ。分かったかアサル、下手くそはやられるんだ。もううるさい、ややこしくなるから余計な。おう、そうだ。どうしました？こういう時こそ使えるかもしれん。は？悪いが、あれの説明。急になんだ。カノも。あれか、セキュリティキー認証装置。いらっしゃいませ。お前は、シドリ。
どうやらキーをお集めなさろうとしているご様子であれば、それを見逃すわけには参りません。いでよオフィサーダイヤ。おお、やっぱ強そう。やはり出たか。望むところです。何せネガボットの誇る最新なんか、おや、多少はご存知でしたか。なんだって。なんとこのダイヤには、はうさん。なんだ貴様。そういうわけじゃない。では挨拶をお試しください。わけわからん。とりあえずはじめまして、本日はお手合わせよろしく。これで。おお、すげえ。お、確かに動きも自然だ。なんだ、何を笑ってる千鳥。悪いがな、バカなのはそちらだ。あ、さっきのメール。どうやら AI が受け取るにあって、血に行く者の名刺など受け取る必要。すっかり乗せられたよ、人間様に対するマナーを。頑張れアサリー、気合を見せろ。一回のサラリーマンがオフィサーにかなうはずがございません。僕をただのサラリーマンと思わないことだな。カメリーモンスターキル。おい、エンジンを。米田博士、危険です。今は戦闘中ですので。わかっている。とにかくこれを受け取れ。これは時計。しかし時間の表示がありませんが。それが切り札、オーバークロックのウォッチだ。いいから発動させてみろ。こうです。おお、当たる。何したの。何、何なのです。それはオフィサーの動きがわかる。やってやれエージェント。ああ、いけいけ。ゲームオーバー。ちょっと疲れた。キュー、や、残念だったな。まさかオフィサーダイヤを倒すとは。あ、逃げ、厄介だな。だがこれでひとまずはダイヤキーに。っていうかね、朝。こら、下手に触ると。貸すわけないだろう。いいから貸してよ。君たち。米田博士、お疲れ様です。ああ、ちょうど持て余していたのでね。オーバー、正直かなり驚きましたよ。ああ、残りのキーはまたここ。さて、エントランスに戻ってこれたわけだが、少しの、ピンポン。ジモジモジュース。おお、